はい、こんにちは。今回は川崎新定タコ、久々の川崎新定です。春のタコ、はっきり言って難しいです。まだ桜が咲き始めたばっかりですからね。奇跡です。一匹ゲットできました。 1,2,3 月は取れればタコはでかいです。必ずでかいです。まだ足が細くて、これでも 1.8 キロ、2キロは超えたかなと思ったんですけどね、取った瞬間は。うん、結構大きいです。でも満足の一匹、満足の大ダコです。本当久しぶりの川崎新定です。川崎新定のタコ、お待たせしました。いつものように堤防沿いをタコユラハンターで小突きまくります。本当私の釣り方は小突きの連続。細かいシェイクでゆっくり移動。水温が低いときはゆっくり移動がいいと思います。タコも実際海水温15度切ると結構厳しくなって、10度ぐらいになると本当釣れないです。でもやっと春が来て徐々に水温上がってます。ここからはヒットシーン。そこをネチネチタコユラハンターで小突きまくります。硬いロッドで激しく、ロッドが硬くないとロッドでシェイクしてもそのシェイクを吸収してしまいますから、硬いロッドがおすすめです。ここからはヒットシーンです。ここでヒットしたので真上に行って早く巻き上げです。へばりつかれないように、それと外れないように真上に行きます。赤い、これはキツネか、いや赤い彗星か、いやいや本命の赤いタコです。大きいので冬のタコはタモを使います。タモ入れ成功、ゲットできました。捕獲完了です。もう一度、タモ入れうまくなりましたね。赤いタコちゃんゲットできました。1,2,3 月のタコって足細いんですよね。うん、でもゲットできて嬉しいです。ここからは道具。道具は携帯性を重視してます。ロッドは4本継ぎのテールウォークナマゾンモバイル C594XH。 うん、ルアーで使う竿なんですけどね。
硬いのでタコに使用してます。リールはシマノのバス 1XT、 ラインは PE65 直結です。うん、これなら切れません。ほとんどタモは 4.5m。 タモ編みが小さいんですけれども、もうちょっと本当は大きくした方がいいです。あとはタコユラハンター、本当これでタコが釣れちゃうんですからね、驚きです。そしてナマゾンモバイルのこの筒にロッドですとか、あとタモ網のロッドっていうんですかね、それを入れて携帯性抜群。30リッターのバッグと 10.5 リッターのクーラーで、これで釣りに来てます、川崎市で。この 10.5 リッターのダイワのクーラー、このクーラーの上に座れるので楽ちんです。本当便利なクーラーです。そして長八さんがお迎えに来ました。今回は難しい3月のタコでした。うん、釣れてよかった。ご視聴ありがとうございました。では楽しい釣りを。